ご視聴ありがとうございます。ホグワーツ、レガシーをプレイしていきます。どうかね、うん、すごい。しばらく忘れられそうにない味です。声はどうですか？バッチリだ。勝手ながら君のローブも変えさせてもらったよ。前に話した通り、スクロープから合言葉を聞き出す必要がある。彼は城内のどこにいるかわからないがな。小川先生を探すといい。彼女はスクロープにクィディッチのことを吹き込んで校長を説得させようとしているのだ。今のところ成功していないがね。なるほど。でもブラック校長に見られたら？任せなさい。我々はホグズミードで魔法省の関係者と会う予定だと伝えておこう。それで時間が稼げるはずだ。ありがとうございます。それでは地図の間で会いましょう。ブラック校長から感謝の言葉を聞くとは何とも不思議だな。では後で。校長の屋敷しもべ妖精を探そう。校長、お時間いただいても？校長、探しましたぞ。例の…忙しいんだ、シャープ先生。失礼。そうですか。ただ、ある魔法薬についてお尋ねになりましたな。その件で…ん？ああ、そう。そうだったな。話したまえ。時間がないんだ。ここで話すのは、よろしくないのでは？シャープ先生、自由に話してくれ。でしたら、おできを治す薬ができました。よろしければ校長室に持っていきます。こそこそする必要はない。生徒に届けさせてくれたらいい。生徒ですか？まあ、校長がそうおっしゃるなら。そうしてくれ。それと、ありがとう。たっぷりと調合してくれたならいいんだが。では、この羨ましくはない任務を課す生徒を選ぶとします。象牙の取っ手の手鏡を見なかったか？見たわけないか。今は君たちに割いている時間はないのだ。さあさあ、どきなさい。校長がここに？どんなようだ？ミスター・ゴーンと、どこに行くつもりだね？何ですか先生。ただ外へ行くだけですが。休みを取るわけか？時間を無駄にする生徒の典型だ。え？20インチの花発火の絵とその使用法をまとめに温室へ行こうと。ああ、そうだな。晴れ草の海と混ぜるたい。そうだ、いいひげ用クリームができるぞ。気分でも悪いんですか？いつもと様子が違いますよ。私は極めて健康だ、ゴーンと。医学的な診断が必要なら聖マンゴ病院に行く。ブラック校長はものすごく様子が変だ。花発火と晴れ草の海、ヒゲ用クリームだって。校長、よろしいですか？ブラック校長、何度も言いますが、まだ間に合います。クィディッチの中止を考え直してください。今すぐ入団試験を行えば、短くてもシーズンを開催できます。やらないよりマシです。しかし、怪我をしたとあってはね。怪我はつきものです。ブラッチャーが頭に当たった生徒は初めてではないし、下手なお説教よりためになりますよ。みんなケロリとしたものです。今度の怪我人が純血だからといって中止とい…馬鹿げてる。くだらないゲームのために生徒の安全を軽視するとは。くだらないゲーム？本当に頭の固い方ですね、校長。魔法省の魔法ゲームスポーツ部に校長のことを報告します。
君も他にやることがあるはずだ。おほん。さて、しもべ妖精はどこだ？では今日はこれで。スクロープなら大広間にいましたよ。私を避けているようです。うん、なぜだろうね。では失礼させてもらう。なぜあんな人が校長になってしまった。口を開いて噛むなど、行儀ってものを知らないのか。長先生、私がやらかしたんじゃなきゃいいけど。ミス・ブラーム、話がある。あら先生、その驚きました。私ブルームです。君の好きな科目は何だったかな。じきに復労試験が始まるぞ。呪文学です。先生、無言呪文です。姿を消す呪文に取り組もうかと。励みたまえ。そうすればあの新しい5年生のように透明になれる。あの子は透明じゃ、その見かけたことがあって。はい。ふん。透明といえば、私の忌々しい屋敷しもべ妖精はどこだ。校長先生、ちょっと様子が変だ。それで靴を磨いたつもりか。まだまだだ。先生、少しよろしいですか。ブラック校長。ああ、ウィズリー先生。その会えてよかった。そうだ、ついでと言ってはなんだが、そう、フィグ先生について話をしたいんだが。どうぞ。もっとその時間的ゆとりを持たせることにしたんだ。ゆとり？それで大丈夫でしょうか。正直あそこの生徒が心配です。ただでさえ不在が多いのに。ああ、いや大丈夫だ。実は魔法省の件で任せていることがあってな。そうですか。ただお言葉ですが、途中入学してきた5年生が城を離れている時間が長すぎるかと。フィグ先生の使いということですが、危ない冒険をしているという噂が流れています。禁じられた森に忍び込んでいるだとか、ランロクやルクウッドたちと戦ったとか。それは話を何でも鵜呑みにしてはいかんぞ先生。いやいや本当に。そうだな、フィグ先生には注意しておこう。これからも君の素晴らしい仕事ぶりに期待しているぞ。ありがとうございます。でも必要なら私が。話は以上だ、ウィズリー。ウィズリー先生、ごきげんよう。素晴らしい仕事？フィグ先生にゆとり？どういう風の。これでフィグ先生も一息つける。恐怖の働きぶりは断じも負けません。生徒の諸君、私はここに大広間を立派なグリフィンドールの旗で飾り付けるよう命じる。この件については一切質問を受け付けない。以上だ。スクロープ。お、ごきげんようご主人様。校長室の合言葉は何だったかな。ですがご主人様は以前、誰にも言わぬと誓うと、ご自身にさえもです。今は私に教えても構わないと言っている。もちろんですご主人様。どうかスクロープをお許しください。合言葉はブラック家の家訓ですご主人様。うん、もちろんだとも。ご主人様がお忘れなどとは。当然覚えている。ブラック家が統治するだ。スクロープを試しているのですか。純潔よ永遠なれだったな。その通りですご主人様。当然だ。そしてご存知かと思いますが、それのフランス語です。ああ、そうだったな。お前が発音してみせてくれ。ご主人様、スクロープのフランス語がひどいのはご存知でしょうに。仰せのままに。トゥユアスピューは。ああ、ありがとう。こんな話をしたことは誰にも言ってはならんぞ。慎んでご主人様、スクロープは決してお邪魔をいたしません。
リジュース薬の効果が切れかけてる。隠れないと。間に合った。もう効果が切れる。フィグ先生の言った通り、本当にうまくいった。さあ、怪獣像に合言葉を言おう。怪獣像があった。これに合言葉を言えばいいのか。レベリオ、トゥジュアスピュア。エリートの家系はモットーがあるものなのかな。会えて嬉しいわ。フィグ先生の機転のおかげです。これからどうすれば。入り口の小部屋の台座に近づいて現れた本を読むのよ。本を読んで終わりではなさそうですね。その疑念は正解よ。終わってから話しましょう。今までずっと校長の鼻先にあったってこと？きっとあれが台座だ。ここはフィッツジェラルド先生、聞こえますか？私はここよ。この場所ではニーフと呼んでいいわ。あなたは偶話の目撃者になる。物事は常に見かけ通りではないのよ。素早く慎重に動いて、見つけた道具を使って私を探しなさい。この場所では生と同じように様々な形の死がある。何が何でも避けることよ。私は見つけられないようね。探し続けて。でも今回は隠れられないわよ。目の前の杖を振って、並外れた力を無駄遣いしないことよ。
この先で嘆き悲しむ者たちを交わして。ニーフは、ニーフもかわいそうに死ぬなんて。彼女の思い出を大事にしていきましょう。私を見つけたわね。でも起こったことは取り消せない。石の魔法はかつての私の影を召喚することしかできない。光なき闇が存在しないのと同じく、闇なき光もない。暗闇を消せるからといって消すべきとは限らないのよ。私の記憶を見るなら覚えておいて。イシドーラ、お父様のために立派なことをしたわね。そうでしょう。パーシバルは考えすぎよ。感情のことも魔法の痕跡のことも心配ない。封じ込める方法が見つかったから。やめてないのね。ゴブリンの銀よ。これをゴブリンに教えたの？大丈夫よ、使い道まではわからない。どんな悪影響があるかわからない。感情に闇の痕跡。パーシバルみたいね。あいにく確信してるの。あれは力の源、集中点よ。仕組みはわからないけど、魔法の力を高めてくれる。理解できないわ。役に立つと思うわ。そういう力をもてあそんではダメ。誰かに。父さんは楽になったわ。ニーフ、いい点を考えてみて。誰もが苦しみを抱えているのよ。何してるの？吸い込んで。感じるでしょ？イシドーラ、やめなさい。何もかも。ずっと隠していたのはこの力が怖いからでしょ？私はこれを受け入れる。本当か？最初の3つの試練を突破した者がいるのか？はい、突破しました。だが、君は見るからに。若い？知ってます。バカー先生ですね。ああ。はじめまして、先生。今見せてもらった記憶ですけど、イシドーラは苦しみの感情を吸い取ってたんですか？そうだ。そうすることで力を得ているように見えました。力を操ってましたよね。一体どうやって？君は恐れるより好奇心を抱いてしまったようだね。私のペンシーブがどこにあるか君に教えるのははばかられるな。力には責任が伴うということを理解していないだろう。責任なら分かってます。先生はご存じないでしょうが、ランロクという危険なゴブリンがルクウッド城の保管所に入ったんです。奴はその中身を利用して大きな力を手に入れました。その力で魔法族と戦うつもりです。
時間がありません。そうか。だが誰かと分かち合う前にもう少し検討しなくては。私の記憶から得られる知識にはとてつもない価値があるのだ。他の守護者と協議する時間をもらうよ。待つより他に手はなさそうだ。実に苛立たしいな。バカー先生に話したろう。イシドーラが力を得るために感情を吸い取っていたとな。イシドーラは自分の父親にしたようにフィッツジェラルド教授から無断で感情を吸い取ってました。恐ろしい。それだけじゃなく、魔法の痕跡をゴブリンの銀の中に保管する方法も見つけたと言ってました。保管場か。おそらく言いそびれてたんですが、ブラグボールという金属鉱のゴブリンがいて、ランロクは彼の日記にあった5人の名前と結びつく地点を掘り進めてるんです。5つの名前？守護者か。あとは誰だ。イシドーラ・モンアナークか。そうです。だからグリンゴッツでも塔でもルックウッド城でも先を越されてしまいました。守護者が次の試練の場所を示してくれずとも、せめてランロクの監視を続けようではないか。さらなる情報につながるかもしれん。そうですね。ロドゴクの話を聞きたいです。ドリルの件以来音沙汰がなくて。もうご存知でしょうが、ポリジュースの計画は渋よく行きましたよ。そうだな。ブラックの邪魔をする仕事はできすぎだったかもしれん。彼がファイアウイスキーで悪酔いするとは。袋を受け取ったよ。ありがとう。来てくれたか。ランロクの信奉者が海岸から退去してくるのを見た。僕らが見つけたような洞窟に向かう、そう言ってたよ。なんで奴らに先を越されるんだ。三枚絵を知らないのに。わからない。また記憶を見たんだ。今度はニーフ・フィッツジェラルドって名前の守護者だった。イシドーラの古代魔術でうろたえてた。でもそのうちのいくつがランロクとつながるのかはまだわからない。その守護者は君で遊んでるんだ。問い詰めて情報を聞き出さないと。そんなことしても無駄。記憶に触れるには試練を終えないと。思うほど簡単じゃないよ。彼らは決まった順に記憶を見せてきてて。ああ、そんな面倒な質問をしてくるなんて、君を信頼してないか、アンを気にかけてないかだな。もちろん気にかけてる。やっとここまで来たんだよ。苛立ちに負けないで。わかった。君の守護者に従う。今はな。でも気に食わない。やるしかないけどね。さて、ここに導かれたわけは？早く行こう。見つかるとまずい。気を緩めるんじゃないぞ。すぐ先でランロクの手下が立ち去るのを見た。なぜなのかな？襲撃だろう。この山は以前、地元の村落の貴重品を守ってた。ランロクが海岸に来てからは放っておかれてる。セバスチャン、待って。待てって何よ。おい、どうして突然慎重になるんだ。イライラするのはわかるけど、今飛び込んだらこれまで気づいてきた成果が無駄になりかねないよ。ロドゴクは。ああ、ゴブリンのお友達か。やめて、いい加減にしなよ。ランロクとは違うゴブリンもいる。僕は敵じゃない。同じように答えを探してるんだから。目的は同じだと思ってたよ。そう。ねえ聞いて。ロドゴクは僕たちよりもランロクをよく知ってる。ランロクはなぜか守護者のことを知って、関連する場所を調べてるって言ってた。いつも先手を取られてるように思えるのはそのせいだよ。ちゃんと分かってるから信じて。じゃないと力を合わせてやってくなんて無理だから。分かった、分かったよ。悪かった。自分の感情に負けてしまうんだ。しばらく前からな。君を信じる。一人じゃアンは助けられないしね。よかった。ランロクは僕たちが考える以上のことを知ってる。闇雲に突っ走らないで慎重に行こう。今は大変だけど、三枚絵の最後の断片を見つけるなら力を合わせなきゃ。そうだね。ここもイシドーラが作った場所なのかな。イシドーラはここで古代魔術を練習したんだ。
僕の見た記憶では守護者とイシドーラは古代魔術を使うことで意見が合わなかったはず。彼女の記憶を覗けたらな。また地下聖堂に続く古代魔術の通路だ。三万円の最後はここにありそう。最後の三万円だ。やったよ。こんな秘密を隠さなくてもよかったのに。僕の見た記憶では守護者とイシドーラは古代魔術を使うことで意見が合わなかったはず。でも自分の話をこっそり残すのにどうしてあそこまでしたのかがわからないんだ。彼女の記憶を覗けたらな。そうだね。三枚絵を完成させればもっとわかるかも。三枚絵はとてつもない旅に連れて行ってくれた。いよいよだね。もったいぶらないでいいから早く置いてくれよ。また憂いの古い。これが目当ての。どうかな今のは。調べてみよう。兄さんは生き返らないけど苦しみは和らげられる。さあ座って。イシドーラ、私たちは君に聞きたいことが。いいわ。見せたいものがあるの。父さん、ホグワーツの同僚よ。兄が亡くなってから喋らなくなったの。今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた。私たちには苦しみを取り除く力があるのよ。イシドーラ。なんということを。消したわ。ありがとう。どうだ。上出来よ。当然ゴブリンの銀だぞ。もっと大きいのは必要よ。わかった。何を隠すのか知っておいた方がいいんだが。魔法よ。痛みを消す呪文の副産物ね。でも正しく使えばその力でもっと素晴らしいことができるはず。そんな魔法をなぜ隠すのだ。みんなの理解が得られるまで安全なところで保管しておくだけ。こういう力は危険視されるから。人を選ぶ力かもしれんな。そうね。でもいつか役立つ。痛みを消してた。やっぱりな。アンを助ける方法はあったんだ。セバスチャン、何か変だよ。何がだ。君も今のを見ただろ。記憶じゃなくて肖像画だよ。イシドーラがいなかったのは出てこられなかったからじゃないかな。
話が見えない。見たことある景色だった。フェルドクロフトにあった傷ついた絵、あれだったんだ。じゃあ誰かが魔法のキャンバスを傷つけたんだろう。でも記憶は見つかった。うん、そうだね。彼女は見せたかったんだ、自分はこんなことができる、君にもできるって。でも彼女がどうやったのかわからない。なら覚えればいい、守護者に教わってさ。教えてくれるかな。守護者によると痛みを消す魔法は難しいし予想がつかないものなんだって。たとえ使えても制御が可能かどうか。可能なら君は全ての試練を乗り越えたんだ、合格ってことだろ。君なら使いこなせる力があるんだから。頼む、守護者と話してくれ。僕のためじゃない、アンのために。守護者はなぜイシドーラを黙らせたかったのかな。なぜ肖像画を。